はい、えー、どうも、こんにちは。即課塾の久保です。えー、今回はね、ちょっと思い立って、グループフォームを開設、開業、設置してみようかなと思っております。で、ここに、グループフォーム開業、設置、具体的な方法と手順というものをまとめましたんで、これに沿っていけばね、何が必要なのか、そして何がこれから、 取り組まなければならないのかっていうことが分かってくるのかなと思いますえ。ちなみに私の画像の上にあるね、このマイショップっていうところがありますけども、これはね、40年以上スーパーマーケットをされていて、地域を支えてくださった、そんなお店なんですけども、ここが空きテナントになって、もうね、10年弱ですかね、5、6年から7、8年経つんですよ。 で当然これ建物がもう老朽化が進んでまして建て替えなくてはいけないんですけどもとりあえずはある町の中心部に交通の便がよくてこの店舗の前にバスも止まるんですよで当然認知度もあり知られているとこですでここにですねまずは場所があるってことがこのグループホーム設置の一つの大きなきっかけになるかなと思いますはいちょっと順番に話していきますね グループホームの開業は地域で暮らす障害のある方への支援という観点から非常に意義のある事業です。しかし開業には様々な手続きや準備が必要になります。ここではグループホームの開業設置に必要な手続きや準備について一般的な流れを解説していこうと思います。こちらの文章私がまとめましたんでね、続けて読んでいきますね。えー、事前準備と計画です。まずね、法人が必要だっていうことなんですよ。まあ、法人は私が衣服さん持ってるんで、 えー、法人をこれから立ててっていう必要はないのでここは簡素化できますよねグループホームを運営するには法人格が必要ということで、えー、株式会社、合同会社社会福祉法人などさまざまな形態が考えられるとで事業計画書の作成ですこれも私は慣れてますんでさ,さささっと書けると思いますけども細かいところは専門家にね修正していただく必要はあるかなと思います、えー、事業内容利用者人員配置 収支計画など具体的な事業計画書を作成ということでこれはいくつかのテンプレートをちょっと流用してね行ってみようかと思います例えば従業員が20名でどんなシフトでやっていくのか休日はいつなのかとかねで、えー、送り迎えはどうするのかとかね、うん、で利用者さんはどこから募集してくるのかとか地域にどのぐらいの利用者さんを見込むのか知的障害の方を集めていくのかそれとも高齢者を集めていくのか中途障害者の方なのかまあその他ですよね 資金調達。これが一番ネックになります。お金があったらはっきり言って何でもできるんですよ。それこそ、どっかからね、えー、グループホームをこう買収してきて、ここに移動するって手もありますからね。そのお金がないから知恵を使わないといけないってことになります。施設の改修費。これはちょっとね、いかようにもかかりますね。で、人件費もランニングコツとしてかかってきます。運転資金ね。多額の資金が必要となります。銀行融資、助成金、自己資金など検討します。 ざっとやっぱり3000万ぐらいはスタートで持っていないと始めることができないっていうところになるんじゃないかなと思います。もちろん、現生で3000持っていなければね、何がしかの資金の援助を受けたり、融資を受けたり、クラウドファンディングで集めたりといろいろと動かなければならないこととか、プレゼンしなければならないことが増えてくるかなっていうところですよね。それから人員の確保です。誰が管理者になるのか。 サービス管理責任者ね、ねヘルパーの一級を持っている方とかね経験のある方、世話人など、これは地域から集めてもいいと思います。必要な人員をどのように確保して、研修をどうするのか、まあ、つまり箱は用意した、働く人も用意した、どんなオペレーションして、どんな信頼関係を築いて、で役職とか、それからね立場はどういうふうに設定していくのか、誰がリーダーで、誰がどこを担当するのかってことですよね。はい で次、物件の確保です。これはもうすでにありますんでね、よろしいかと思います。でもう場所も十分広いですから、利用者が快適に生活できるよう、バリアフリー設計などが求められる物件を確保します。これはもうほとんどさらちというかね、つらい地になってますんで、えー、地面から何からぶち壊してね。で、改めて、 地面を引いてってっとこです水道やガスその他のインフラは来てますんでそこまで大きな改修は必要ないんですけども建物はねいかようにも取り替えなくてはいけないかなっいうところですで自動販売機が置いてますけどもこれも、まあ、多少移動はあると思いますけどもお継続して設置することが可能かなというところですねはい次です手続きです行政への届け出と許可がいりますね事前相談開業前に 管轄の福祉事務所に相談して必要な手続きや基準について確認するということです、まあ、私が介護のキャリアがありますので、まあ、私がね、えー、事業のリーダー事業主として登録するのが、まあ、筋かなというところもありますで接客の指導の経験もありますのでそのあたりも考えていくと教育訓練にも私が携わった方がいいのかなというところですね えー、もちろんね、私一人では手が足りないところがありますので、教育訓練の担当者、ベテランの方をね、えー、近くのそういったグループホームなりから借りてくるとか、すでに運営しているグループホームと、ちょっとね、あのグループうー何契約をするとかね、なんか姉妹店契約をするとかね,ね、そういった連携も必要になってくるかなと思います。例えばどこかのグループホームでもう受け入れがマックス限界に来ているところに、利用者さんの希望があった場合、 もう私がそこの姉妹店としてね、オープンして、そういったところからの受け入れをちょっと広げていくってことも考えられると思います。はい。えー、設置許可申請です。事業計画書は関係書類を揃えて、設置許可申請を行うということになります。そして、えー、現地調査をしていただくために、申請内容に基づき行政による現地調査。こちらの方もね、受けなくてはいけません。そして、設置許可の交付。すべての要件を満たしていれば、設置許可が交付されます。 まあ私もお店をね、えー、何店舗も開業していますのでこの辺りの手続きはほとんど同じですよねここまではまあ慣れた作業をするだけかなと思いますそれから開業準備が3段階目に入ります人員配置必要な人員を配置してチーム体制を構築しますここが最も難しいところだと思います人が集まればいろんな立場やね、えー、自分の意義目的っていうのがありますし必要とされる給料っていうのもあったり 稼働の希望もあると思いますからねこれを調整して丸く収めるのが経営者の力量ってことになりますで設備の準備ですバリアフリー化とか生活に必要な設備の設置を行いますこれが不十分だと利用者さんはともかくなんですけどもともかくじゃない,いや利用者さんはもちろんなんですけども従業員さんにも不安とか不信を与えてしまってねやめますって話になっちゃいますからねえ、それからマニュアルの作成です やっぱり決まり事とか基本的なルール、概念というのは統一しておかなければなりません。サービス提供に関するマニュアルを作成する、まあ、これも既存のものを、ね、あの借りてきて細かく修正するだけでよろしいかと思います。そして、開所式、地域住民の理解も得らないといけませんし、関係機関を招いて開所式を行います。この所式ってて、ね、行事としてやるってわけじゃないんでなんすよ。 地域の方に理解をいただいて、出席していただくことによって、あの応援をいただくっていう風なな、ね、客観的な証明になりますんで、これはね、えー、できれば、えー、担当の市長さんを呼んでみたりとかね、町長さんを呼んでみたりとか、町内会長さんをできるだけ多く招いてみたりとか、利用者さんとなるべく家族の方とかね、それからあ福祉関係者の方に来てもらったりとか、もうそれだけ考えてもかなり盛大になることが予想されますけども、この開所式が盛大にならないってことは、 応援されてないってことにもつながりますので従業員さんのモチベーションにもかかりますけども大体ねオープンの日でどのぐらい続くかってことが、ね、分かっちゃったりするんですよねちょっと怖いですよねはいで実際の運営開始に入っていきますグループホームが運営開始されるとどういうことが起きるんでしょうかまず常にしなくてはいけないのが利用者さんの募集です地域の障害者支援センターや福祉事務所などと連携して利用者さんを募集します 利用者さんは少子高齢化に伴ってこれからね、増える一方だということが予想されますのでえ、こういった事業所、箱はいくつあってもよろしいかと思いますけども、ただ、そこで働く人がどんな利用者さんと協調していくのかっていうところは、アンテナを高くしておかなくてはならないところかなと思います。で、サービスの提供です。利用者さんの個別支援計画に基づいて必要なサービスを提供するということで、ケアマネさんにもね、いろいろとご尽力いただくってことになります。さらに、 働いてくださったあ提供サービス提供者の方には記録の作成をしてもらわなくてはいけません。この記録を取るためのフォーマットってのもね、作っておかなくてはいけないでしょうね。それぞれのやり方で書かれてるんでは、後で列談するのが大変ですからね、サービス提供の記録、利用者との面談記録などを正確に作成する必要に迫られると思います。で、定期的な評価です。サービスの質の向上のために定期的に評価を行い、励ましたり、 まあ、いろいろとね、修正いただいたりっていうところ、学び直しっていうんですかね、学び続けることが大事かなと思いますね。で、開業に必要な資格なんですけども、グループホームの運営には必ずしも特別な資格は必要ないんですけども、介護福祉士さんとか社会福祉士さんなどの資格を持ってると、利用者さんへの支援の質が向上するということで、資格はなくてもですね、そのための学びっていうのは必須になってきますんで、どんな商売でも同じですよ。パスタ屋をやるのにね、別にミシュランガイドの もう欲しいつは必要ないんですよ。もう調理師の資格もなくて大丈夫です。ただし、それと同等の知識や、やっぱり、えー、経験などがなければね、あのー、結局お客様に信頼していただけない、支持されないということになりますので、廃業への道をたどるということになります、えー。そして費用のことについて、もう一回ね、考えていきたいと思います。開業にかかる費用です。物件取得費、または回収費、バリアフリー化など、必要な会社を行う必要がありますが、 今回広報に挙げたこの店舗っていうのはこの町内の持ち物なんですよねで利用するあてもないのでこんなことに使いたいんですけどって言ったら全面的な協力が得れる可能性が高いですでこういった古ぼけた店舗があるよりもやっぱ生き生きとしたねお店が人の出入りがあるところがあった方が町の活性化にもなりますし防犯や安全にもつながると思いますまあはっきり言ってねこうやって管理者のいない空きテナントがあるっていうのはね やっぱ夜中にね変な人が集まってきたりとかもありますし例えばこの店舗の前にあの産業廃棄物を置き去りにされてもねもう足がつかないってことになっちゃいますので結構危険です、それからまあないと思いますけども火をつける人とがいたりとかね犬の糞をこの店舗の中にガラスを割って入れるみたいなことがあったらそれはそれで厄介ですからねまあそういうことがなくても例えばこの店舗の中にねネズミが繁殖したりとかね なんかわけのわかんない植物が繁茂したりとかねいろいろと手がかかるんですよだからやっぱりね放置するのはあまり良くないかなと思います何かに再利用する例えば何にも使い勝手がないんだったらここをさら地にしてあの砂利し引いてねまあ、駐車場にするでもいいんでなんか使い方はな,ないかなというところですよねはいちょっと話ずれましたけども物件の取得費回収費これはね物件の取得費用ってのは別に購入するわけじゃないので賃貸になりますから例えば 家賃が月に10万とか20万みたいな交渉はできると思います、それから設備ですよね、家具ですとか家電製品、備品などを入れなければなりませんので、どのぐらいのものが必要で、いくらぐらいかかるのかっていう、目算は立てなくてはいけませんよね、それによっていくらぐらいの開業資金を集めればいいのかっていうところの計算が成り立ちます、それから動き始めてなんですけども、当然人件費の計算をしなくてはいけません。 職員のの給与ととかか社会保険の部分とかねそれから税金をどのぐらい納めなくちゃいけないのかってことで大体1ヶ月のランニングコストが出ますかける6ヶ月を浮いた現金として持っておかなければそもそも働いていただいて給料を払うこともできないですし納税のタイミングとかにもねあのです税金の滞納って問題がいきなり起きてもいけないんでねいろいろとお金の面ではもういくらかかっても足りないよって話になっちゃいます 大体運転資金は3ヶ月分の運営費が目安とされてますけども、私はね、6ヶ月とかね、12ヶ月ないともう間に合わないと思ってますね。<laughs> はい、それから地域との連携、医療機関ですとか福祉施設、住民との連携を図ることが大事ですね。で、法改正、こちらの方にも頭を向けなければなりません。 福祉制度は頻繁に改正されますから、最新の情報を常に把握しておく必要があるんで、やっぱりね、その道に詳しい方を顧問に置くっていう必要もあるかもしれませんね。で、グループホームの開業っていうのは大変な作業なんですけども、多くの人々の人生を豊かにするやりがいのある仕事だと思うんですよ。まあ、さらにね、細かいことを考えなくてはいけないんですけども、ちょっと頭が痛くなりましたんで、今回はこの辺で。また皆さん、何かお知恵があったら聞かせてください。じゃあ、失礼します。